エマド、あれは一体何なのです。落ち水。どう呼ばれています。あれが葦名の必殺だというのですか。はい、飲んだものは生中にはい、死ねぬようになります。そして落ち水もまたその源は竜院にあるというのだ。はい、エマド、私には竜院が尊いものだととても思えぬ。
おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。 不死の契りを俺と結べ。できませぬ源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。 お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。
見事だ。巫女の忍びを。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ざれ言も。ざれ言だと。これはこのアシナを守るためならば。 主を変えるつもりはないか。ざれ言も。ざれ言だと。これはこのアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。 Ah!
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流陰の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。あなたには、九郎様は。参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、流陰は人を死なぬようにする。
そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、流因の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため、幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か、三度か、あるいは数え切れぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば、幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし、宣教とは一体。うん、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。狼よ、とあるお方。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の流院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城には、タケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め、集められたものだろう。私は、そちらを探ってみよう。戦況への行き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば Isshin様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。
一心様はこの天守の外離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼を使うとか。ああ、夜鷹の狼をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。一心様にお会いして節立ちの手がかりを聞いてきてほしい。この天守の外離れの櫓で静養されておいでだ。開き窓から屋根上に出て夜鷹の狼をたどれば行けるだろう。頼んだぞ。一心様にお会いしてこの天守の外